どれほどの時を費やしたのか、どれほど彼女を失い続けたのか。念のために言っておくわ。必要だからコピーさせたけど、もしおかしな真似をしたら。心配するな、クナドゲートは消してやる。お前はいつもそんな顔で俺を見るんだな。この回線は僕と兄さんだけのブレイントークだね。でもそれってどういう意味？そんな顔って。いつもというそれがいつのことを指しているのか、俺にはもう判然としない。あまりにも時を繰り返しすぎた。見覚えのあるルカのこの顔もいつの記憶と比べているのかわからない。いや、もしかしたらあの時なのか。全てはあの時から始まったんだろうか。アリスが俺たちの隊に異動になったあの時から。吹雪のやつ遅いな。うん、そうだね。なあ、ね、あ、何？いや、あ、うん、今回の任務どうだった？セーランまで行ったんでしょ？大したことはなかった。さすが、カレンも吹雪も強いもんね。私は今回スオンに待機だったから退屈だったな。どうしたの？これを。かわいい、ふわふわ。もしかして私にくれるの？ラビットフットといって幸運を呼ぶお守りらしい。セーランの土産物屋で見つけた。これ、二人から私への遺跡のお祝いってことだよね。ああ、吹雪が選んだ。お前が無茶をしないように。お前はそそっかしいところがあるから。失礼だな。まあ思い当たる節はあるけど。でも嬉しいよ、これずっと身につけてるね。ああ。ねえカレン、これ本当はカレンが選んだでしょ。ほらやっぱり。吹雪はお土産に木刀とかくれちゃうセンスだもん。二人が言い争いしながら買ってる姿が目に浮かぶよ。あいつは趣味が悪い、だがいいやつだ。うん、それは知ってる。だから私、これを機にちゃんと親に伝えなきゃって。何をだ？吹雪との婚約を解消してもらうように。私海抜群に残りたいんだ。それにこんな気持ちじゃ吹雪を不幸にしちゃう。吹雪も私も親が決めたことに従ってきちゃったけど、私本当は本当は吹雪ならアリスを幸せにしてくれる。アリスの退役まであと2年。何事もなければ
アリスは海抜群を去っていただろう。吹雪も予備役を経た後、海抜群を離れスプリング製薬を継いでいたはずだ。そうなっていればどんなに良かったか。断絶の帯が局所的に地表近くまで下がってるらしい。こんな状況は初めてだな。怪異の数もかなり多いし、難しい任務になりそう。なんだ。アリスなのか。何なんだこれは。怪異化発生、回収班急げ。吹雪、大丈夫か。僕のことはいい。それよりカレン、早くアリスを。いや、もう瞬間移動可能な安全地帯を確保できない場所まで逃げられた。くそ。吹雪、分かってる。奴らが何者か突き止めてアリスを取り戻す。これが俺と吹雪の絶望の始まりだった。アリスの行方を探していた俺たちはようやくその手がかりをつかんだ。アリスがニューヒムカの超能力研究機関に運ばれ、アリスの実家である海抜群病院の収容施設にいると。断絶の帯に触れた人間は怪異になってしまう。それを隠蔽するため海抜群病院ではアリスのような人間由来怪異をかくまいつつ超能力研究にも利用していた。俺たちはこれ以上の犠牲を出さないよう海抜群の仲間と共に国に対して反乱を試みた。だが若造の暴走など国は滋賀にもかけなかった。みんな捕まってしまったか。このままだと僕たちも捕まって人格矯正されてしまうだろうな。どこか平静として逃げ込めるような場所はないか。あると思うかい。なら放棄されたセーフハウスを探してでも。何？まさかニューヒムカの連中、俺たちを狩るためにアリスを利用するつもりか。カレン、逃げろ。何を言っている。今の僕ら二人には怪異化したアリスを倒せるだけの力はない。何より君にアリスは殺せない。本当の君は僕よりずっと情に流されやすい男だからね。だから逃げろ。アリスに特攻するつもりだな。そんなことはさせない。一緒に逃げればいい。
単独テレポートと同伴テレポートでは跳躍距離に著しい差が出る。負担も大きい。君一人なら追っ手を振り切って逃げられるだろう。それにカレンの心もアリスの心も僕は知っている。君たちに殺し合いはさせたくないんだ。このまま逃げ続けてもいずれは君とアリスが戦う時が来る。その前に。食べろ、アリス。その瞬間が僕と君の最後だ。君たちに殺し合いはさせたくないんだ。私本当は この後のことはよく覚えていない。追ってから逃げて逃げて逃げ続けて、俺は心も体も限界を迎えていた。その時だった。渡月からの使者を名乗る人間が俺の前に現れたのは、俺のブレインイーターという超能力を貸してほしいと。渡月の奴らはレッドストリングスという時間跳躍能力を開発していると言った。俺は研究に協力することにした。奴らの目的に協力するふりをして時間跳躍能力を完成させてそれを奪う。そうすれば過去に戻って吹雪とアリスを助けられると考えたからだ。そうして完成したのが重ねだった。しかし重ねは力の発現まで至らなかった。そこで俺は重ねの大切なものを奪うことにした。どうせ俺が過去へ飛べばこの時代は消える。ならば何をしてもしなくても全ては無に過ぎない。ようやく見つけたぞ、渡月の裏切り者若菜。カレン、それに重ね、最後に役に立ってもらう。
まさか貴様、カレン・トラバースか。兄さん、生きていたの？兄さんはカイに殺されたって聞いていたのに。生きていたなら、どうして今まで連絡をくれなかったの？ルカ、お前も海抜群に入れられたのか。おい、カレン。お前が持っているそれは、まさか、スメラギ議長の。ニューヒムカ生まれではない貴様には、資格検閲はなかったはずだな。よく見ろ。これが貴様のママだ。何ですか？おい、カレン！その子は一体どうしたんだ？まさかここでルカに会うとはな。どれぐらい過去に戻れるのかシミュレーションしておきたかったが、政府や都月に捕まっては意味がない。ねえ、どうしたの兄さん。お前とはちゃんと向き合う時間がなかったな。兄さん。あの時のルカの顔ではないか。ではこれは単なるデジャブか。いや、確かに俺はこんな顔をするルカを見ている。ならばまた違う時代のルカなのか。